球審監督スロットが遠藤航に求めているものがこちら。スロットは、相手のプレッシャーに強い選手にノー、6を任せたいと考えている。プレッシャーを受けながらもボールをもらい、前に進める能力に長けた選手だ。これはオランダ人 MF が兼ね備えている特徴と合致する。前半は決して楽なものではなく、イプスウィッチの激しいプレスでリバプールはビルドアップに苦戦した。フラーフェンベルフはボールを持てばよかったものの、十分に引き出すことはできず、チームメイトはロングパスを狙わざるを得なくなった。それでも後半に彼のプレイは大幅に改善され、深い位置から試合をコントロールし、リバプールの攻撃の起点となり、ボールを奪い返す鍵にもなった。オフザボールの際、特に後半はオープンに見え、パスを通されることもあったために懸念は残る。ほなフラーフェンベルフちゃうか。スビメンディですらこれ違うだろう、それだけじゃプレミア勝てないね。じゃあ1年半前に戻ってベリンガム獲得してきてくれや。6番の話以前に前半にあった新監督方式のビルドアップへの反省が必要だろう。全く成立していなかった。リバプールがウガルテ獲得に動くとこはなさそうだね。全く同じ理由でビティーニャがアンカーに定着して、ウガルテが戦力外になったしね。一番近いのフレンキーじゃない？フィリップスもこのザ6番の仕事ができないからな。強いチームにおいて、刈り取ることが特徴だけだと、なかなかタスク振りにくい。6番ってプレスに強くて前への推進力を求められるもんなの？その役割って大体8番とか10番でもできない？個人的には6番ってアンカーというか守備に安定をもたらせる中盤ってイメージなんだけど。まあ遠藤の適応はゆっくり待ちましょう。カップ戦で徐々に進化を示していけばいいタイプが違うとはいえど、遠藤には絶対にできないとは思ってない。ミルナー的存在になるのも全然悪くないと思うし、強豪とやった時にどこまでやれるのか。